えー、トランプ政権、トランプのマッドマン戦術がリークされたそうこれ, <laughs> これ、ね、恥ずかしい話これねスクープですネットじゃあんまり僕のツイートはすごく注目されましたけど、うんはい、他ではあんまり言われてないのかなって感じがするんですけど <laughs>、はい、あのリーク記事ですこれでホワイトハウスでのあるエピソードというところ結構、独立系の,、うん、どこだかなあのちっちゃいところ僕も知ら,な知らないところが。 スクープだってことでこう出してきた記事があるんですよ。はい、えー、ホワイトハウスでのある、うん、数週間前の一、うん、週間くらい前かなはいエピソード、はい、現在まあその時にその場にいた人がリークしたらしいんです。うんはい、何が行われてたかその場で、えー、ホワイトハウスでなんと韓国とアメリカの、うん、ほら、えー、自由貿易の、うんえー、話あるじゃないですかであれを 韓国側に揺さぶりをかけるためにトランプが通商代表みたいなのを引っ張ってきて、うん、その人たちと一緒に議論してたそうです。はいはい、で韓国側に早くこっちの要求を飲まないと、うん、もう自由貿易協定あのお前らと抜きにする FTA 抜きにするからな、うん、でそれを30日で切れって一応トランプは設定したらしいんですよ。はいはい わああかりました通称代表のこれラ,イトラ,イライサイザーって人がいるんですかねその貿易側の交渉担当官のトップに、うん、トランプがなんと交渉術をこういうふうにやれってレクチャーしてたらしいんですよ、うん、で、レクチャーしてて30日で引くっていうふうに僕は言いますって言ったら、うん、トランプがその場でいや、違う、うん、すぐに引くかもってもうすぐにやめるかもって言えとここで重要なのあってトランプ言ってるんですけど、うんはい うちのボスはクレイジーだからっていうふうに言えって言ってる、うん、<laughs> それ出し,出しちゃうそれでいやそれはそれでいいじゃないですか、うん、でそれはそれでいいんですけど、うんうん それれれをちちゃっっんですよそょとやばいなうしたら今、ほらトランプが北朝鮮に対していつでもいつでもって言ってるんですけどあれも結局こういうふうにやってるってことがバレちゃってるじゃないですかこの記事ね、相当ショッキングな記事ですよ、トランプ政権にとっては。大ダメージですよ、バラしてどうするんですよ、だからこれ、トランプ自身がこのみんなのこれマティスもその場にいたらしいんですけど、ああいう人たちでうちのボスはクレイジーだからって、相手に言えって。 自分が言してるしちゃったということですね、ばらしちゃったと、ばらしてるほどマッドマンなのかって話なんですよね、だから理性的に進めてて、だって2人が違うこと言ってたわけじゃない、ティラーソンが言ったことを全く違うことを言って、そんなわけねえだろうはいはいはい。トランプが言って。 だからロジカルな人間とクレイジーな人間でバランス取るっていう戦略でずっと戦術で,ですけどね、ねはい、これずっっっっととやってきたたのがねち、あのー、ちょ出ゃそしたらですね、はい、あの僕、ツイッターでこれ書いたらですね、うん、あのローグモンクさんって結構僕のことフォローしてくれて、うんはい、たまにちょろっと面白いこと言う人いるんですけど。 あのトランプは小細工しなくても、その、うん、ままで十分マッドマンなのにって言って確かにまあそう別にバラさなくても、バッドマンを、マッドマンをトランプはおそらく演じてたらしいんですね。ってことじゃないですか、演じてなくても十分マッドマンじゃないのに、ねはい、何わざわざ演じてんだっていうツッコミが入ってて、ね、面白かったいやでもね、これ、僕考えたら、うん、これ、リークされたわけじゃないですか。うん トランプはこれをリークされることも知ってて、なおかつ、実はさらに一枚奥にまたまんまがいるかもしれないから、僕ね、それ考えだしたら、なんか寝れなくなっちゃって、これ。だって深いですよ、これ。小池さんと安倍さんが、実は密約かもしれないっていうのもあるんですよ。ありますよね、ありますよね。小池さんがああやって、安倍さんと対抗してるみたいな感じにして、一気に会見に持っていくために、民進党を潰した。 そこまでだってやってるんですかね、でも、得をするのは、改憲勢力じゃないですか、すか民進党はもう、損しかないわけですよ、<laughs> 民主党、確かにばれちゃいましたね、正体があの小池さんと安倍さん自体、ののり合いをやってないんですよ、やってない、やってない,てない、2>, 2人はののり合いやってないし、拉致議連だし、日本会議だしっていう、あのあの裏でつながる、まあ、あ,のあれはないわけじゃないまあ支援してるところが共通してるっていうところですか、うん、はね、い。 両方とも朝鮮半島嫌いですからねはいそうですねはい分からんな、はい、らトランプの場合も、うん、だから彼はマットマンを演じてるということがばらされちゃったわけでしょでもその一番くにさらにマットマンかもしれない彼がいるわけですからそうですねいやマットマンって本当難しいですよねマットマンは 前から僕も深読みしすぎて分からなくなってほんとそう僕もね本当まさにこれここだと思ったんですよいやバラしてどうすんのっていうでバレちゃったら意味ないじゃんっていう話なんですけどバレちゃったら意味ないんだけどいやこれどう考えたらいいんですか和田さんこれ和田さんどう思いますかは,、ね、はい。今ちょっとマッドマンについて考えるならはい。 昔プロレスラーで、はい、タイガージェットシーンって言ったんですよタイガージェットシーンいますね、はいはい、マッドマンですよあれは完全にマッドマン、ね、あれが休みの日に倍三つ子と猪木が新宿伊勢丹で買い物してるところを襲,い、はい、襲ったんですよ <laughs> 襲撃襲撃事件がある <laughs> <laughs> で新聞沙汰ですよ <laughs> <laughs> で流血猪木はボンネットかなんか頭ぶつけて流血してるけど傷害罪で訴えてないんですよ <laughs> <laughs> 実は僕の知り合いの子供がプロレス雑誌に関係している人だったんですけど息子をホテルの部屋で会わせてくれるってことになってタイガー・ジェットシーン見に行ったらしいんですよタイガー・ジェットシーンがホテルの部屋で暴れててれビビって怖くてなっったてちゃんと演じてるんですだから新宿伊勢丹で多分何時に新宿伊勢丹行くから待ってろみたいな感じでノキが仕組んで。 とにかく、猪木は。塾伊勢丹で襲われたんですか。そうそうそう。マートマン絶対おかしいじゃないですか。それは確かにね。公共の場でね。本当に逮捕されて、国外通報みたいな話でプロレスの試合で紅葉で呼んでるやつが。そこで。同じ団体で。社長と雇い主の間で。そうそうそう。それでやってるわけですから。そういうのもそうでしょ。いや、トランプって、だから、じゃあそういう意味ではプロレスラーなのかな。そそうそう。まさに WE の あのハルク・ホーガンと猪木、IWGP、はい、で,で初代チャンピオン、猪木が取るっていうシナリオだったのに、猪木、はい、がそれだとあの、新聞に載らないと、あなるほどスポーツ新聞にしか載らない、ちゃんとした新聞に、ちゃんとした新聞に。ガチな戦いだっていうことを出したくて、はい、アックスボンバーでやられた時に、下出し気絶失神事件っていうのがあったんです。 でイノが失神して救急車運ばれてなんか知ってんだそれそうそうその事件もそれも本当にもうマッドマンマッドマンじゃないですかイノキのだからヒール役ってだからマッドマンを演じなきゃいけないわけあのあのなんだっけハルクオガン病院に来て土下座したらしいやりすぎたって病院に来てもう本当に社長社長社長が死んだぐらいもうダメだぐらいな感じでまあ若さでもいだから あれもだから猪木がマッドマンなんですよ。はいはい、そういういちゃんと考えて、あの相手をだましていや猪木はマッドマンじゃないですよ。だから、あのホーガンがマッドマン。違う違う違う。<あ>タイガー・ジェット・シンのもホーガンのも猪木が考えたあ、猪木が考えたそれで周りのやつに誰にも言ってないのね。お<ー>だからみんなマっちゃみたいな。そうそう,そうそうそう。だからし、シンマさんも怒ったんだよね。<laughs> こんなことやるなよと。<laughs> みたいな。<の>誰ににも言わずに シナリオ仕込んでそれでそういうのをやってやっぱ新聞沙汰になるわけですよ救急車で運ばれてるからそれは新聞沙汰ですからトランプの話を戻しますけどトランプもそういう意味ではマッドマンを演じてるわけでしょだからあれみたいなもんですよクーデター革命みたいなもんでどこまで言うか言っちゃうとばれちゃうからもう言わないで。

アメリカの大統領というあのオバマとかまあまあブッシュでちょっと落ちたけどオバマでちょっと上がってノーベル平和賞とかもまで出されるぐらいの世界の自由主義社会のリーダーですよ。その役を自らマットマン演じます <laughs> <laughs> すごいすごい破壊キャラじゃないですか,かそういうい意味ではヒーロを演じてるっちゃヒーローロ演じないのかもしれないですけど必ずあるんじゃないですか。 いやー、分からんなー、まあでも、短期的にはとにかくこれ、マイナスですよね、これ、この記事は。記事はマイナス,だ,記事マイナスだし、何かを考えて、やってる可能性もないわけじゃないなと。いやー、これ、クレディビリティはこれでなくなりましたよね、この信頼性っていうのは。だって、トランプもただこの記事がどこまで話題になってるかですよ。うん、いや、これは見てるアメリカではなってるのか、でも日本ではなってないです、まだ。 日本ではなくて、全然そのリークはね、そう、なってないっていう、アクシオスっていうところらしいんですけど、これだったら、そうですね、気づかれずに、でも北朝鮮とかも相当チェックしてると思います、これ、だいぶ。はいてことになると、あこいつの言ってること、やっぱりただのふかしなんだってことがやっぱ分かっちゃうんで、じゃあ北朝鮮、余裕で、いつもの通り、吐い、て何もしない。 でできるかどうかっていったらまたちょっとあの僕はなんか戦争準備入ってんじゃないかなっていう気は非常にしてるのでですかね。僕はどちらかというとあの否定的なんですけどね。そういう意味では。まあちょっとこの辺楽しい。まあこの辺そのまた後でね特番のところで北モンゴルはやります。でなんとなく世界情勢がわかる。 世界の戦略が分かるように番組は構成しているんですけれども、はい、で戦略の回想ということで、はいあのー、スーパーチャット放り込んでくださった方も戦略の回想ですねというふうに言ってくれたと思うんですけども、はい、すす前原の民進党になった時のキャッチコピー、はい、世界観がですね「オオーーールルフォーオール・ <laughs> オールフォー・オール」っていう名前。 世界観スタートしたんですけど切り捨てられてるって小池,小池さんに小池にあの「入れる人さらさらない全員救おうなんてさらさらない」って言われてあっさり前原の世界観は崩されてしまいました、ね、前原さんって本当ト下手ですね、はい、その辺が彼の戦略の階層はボロボロです身の振り方がひどいですね戦略の階層を、はい、えっと買っていただいた方は次はこの未来予測と戦略 c d っていうことで戦略部分に 戦略のの階層上部分を強調したこれありりまますすここれれもやってお僕は実践してるんですけど改めてちょっとここで僕もフォースターニングをちょっと持ってってですねあるとこでちょっと一人で合宿してこようかなと。 この未来予測的なこと一人で合宿って言わないでしょ一人こもると世界観を作ってくるとそうですね新幹線降りて東口と西口で2人で分かれて合流するっていうわけじゃないそれ山尾さんじゃないですか山尾さんじゃないですかた。品川川。そうですねはい次はクラズウィッツですねはいそうですね それから学今一番新しいのがこの「孫子の兵法」2.2ちょっとバージョンが上がりましたでこの翻訳した本の内容も当然ほぼ入ってますしデリックさんのをそれで奥山さんの考える孫子っていうか仏語で学んできたこととルトワックなんかの文も孫子として比較して出してるという そういうことですやはりねいろんな戦略学を国際的な議論のところまで行きたいという人はぜひ読んでいただいてあそうですねそうですぜひ将来はね外務省の高級官僚になるなりああそうですねはいということを目指している人はぜひ当然ねこれしか日本にないんで教材はほぼあのですね今僕は某大学でちょっと教えてる 内容はい、はい、戦略学の内容は、はいはい、そのまま先ほどの、うんえー、ああいう米軍のあ,ああいう人たちにそのまま通じるということがそのまま通じる話だした、はい、だからクラスゼィッツの話もそうですし選手もいけるんだなというのを逆に確信できたんで、はい、非常に嬉しかったです、個人的には。ということですね。はい